こんにちは。未来に残したい授業です。えー、このチャンネルは普遍的な問いに対する考えをお持ちの方々にお話を伺い、一緒に考えていくチャンネルですえー。今日はいつも大変お世話になっている横道誠さんにお越しいただいてます。横道さん、今日もありがとうございます。はい、お願いします。はい、お願いします。えっ、ー、と今日はですね。あの前回。 あの親子関係の当事者研究というテーマでこちらの背景に出してるアダルト・チルドレンの教科書小道さんが刊行されたこちらの内容についてお話を伺っていたんですがこれがすごくいろんなあの回復方法がたくさん詰まっていて前回ではあのとても紹介しきれなかったのでお聞きしきれなかったので今日はその後編ということで。 アダルトチルドレンの教科書をもとに、親子間、家族間ので起きる問題や、まあ苦労、生きづらさなどについて検討していくという会です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい。あ、じゃあ最初に、あの、せっかくなので、前回、あの、少し前、少し前に、隣町カフェで横道さんと新シリーズ。 対対話話についいて対話するという新シリーズ全6回のシリーズの初回「コミュニケーションって大変です」というものイベントをお送りしたんですがその次回が11月9日に迫っているので、まあ、そちら前回の振り返りや次回こんなことを話す予定だということを冒頭でちょっと皆さんに告知が照らしていただいてそれから本編に入っていきたいと思います。あの前回の コミュニケーションって大変です。初回、いかがでしたか、横道さん。うん、あの非常におもしろかったですね。安心して始まったので、ま,あ、またあの毎回ねあの、途中から参加の方でも、全然あの楽しめるようにやっていこうと思うので、よかったらまたあの、はい、お願いします。次回はあのインタビューを、うんえー、取り上げるということで、まあ、インタビューの仕様から対話を学ぶということで、まあ、特に第3が、ね、やってきた。 えー、インタビューの、えー、仕事、この youtube の、あのー、まあ、対談とか、定談とか、座談会みたいなものもインタビュー的にお世話があると思うし、えー、私自身もインタビュー関係の本店はたくさん出してるので、まあ、何かしら、うん、あの、皆さんにとっているものがあるかなと思います。はい、ありがとうございます。あの、コミュニケーションの難しさっていうものは、やっぱり前回のそのイベントでも改めて感じたんですけど、他社の。 こととは本当にわからないと他者の気持ちであるとかあの、まあ、状況とかも含めてわからないっていうところがコミュニケーションの難しさの要点だと思うんですけど、まあ、そういったことを横道さんも冒頭でご紹介してくださってで横道さんはそれからその今までのコミュニケーションを巡る まあ、各分野の研究者たちの,あのこういう研究があったみたいなこともご紹介くださって私はの中でもそのミハイル・バフチンっていう人については別の先生からも名前が挙がって聞いてたこともあってあの今後もっとそこを知りたいなって思った点でした、はいであの。そういったこのあの全体の シリーズとしてはもう各回どんなことを話すかっていうことを公開していてあの皆さんそれご覧 URL からご覧いただけると思うんですけどあの学術的な研究からコミュニケーションの難しさを、まあ、和らげていくっていうことも、えっと、第6回とかで確か予定されていますしあの次回のインタビューっていう えーまあ、インタ柔らかいインタビューで人を丸ごと把握する」っていうタイトルだったかと思うんですけどそれはもうまさにコミュニケーションが難しい、まあ、他者って何を考えてるのかどういう状況に置かれているのかってあの一見分かるようででも本当のところは分からないよねっていうことを前提に、まあ、インタビューという行為であるとか今後やっていくその対話の技法手法とかは分からない他者というものを、まあ、少し だけでも知っていくための技法がたっぷり詰まっているのでコミュニケーション弱者の、まあ、私なんかもそうなんですけどの方にはあの得られる知見がたくさん詰まっていると思いますぜひぜひご参加ください結構、ね、直前まで今回もモンスコミン5人とかしかもオンラインばっかりで五 <laughs> 人とかだったからやばいどうしようみたいな会場全然いないんじゃないかみたいな 声があのそうお店から「第んやばいよ」みたいに <laughs> 言われてて「えいやどうしよう」って思ってたんですけど蓋を開けてみたらね多くの方がご参加くださってあの会場編でいうと会の後にその近くのお店でプチ打ち上げみたいな感じであの参加者の皆さんも一緒にこう お食事するっていう会も毎回設けようと思ってますのであの会場にお越しいただける方は是非ですしオンラインでもあのご参加いただける方あの後,後半は会の後半はいつも、えー、質疑応答であるとか感想を共有の時間に充ててるのであのその時ならではのその場 っていうのが醸成されるのでご興味あったらぜひご参加ください次回5人だったらどうしようと思いながら <laughs> しっかり告知しておきました <laughs> はいありがとうございますじゃあ早速この親子関係の当事者研究に入っていきたいんですが前回はこのアダルトチルドレンの教科書の、えー、90ページのところまであのー、横道さんに いろいろお聞きして、今日は91ページ以降というところなんですが、まあ、お手元にない方おられると思うのであの、その説明のために読み上げたりも出します。で、この91ページからですね、ここはスキーマ、スキーマ療法っていうのがあの紹介されてるんですけど、認知行動療法から派生した手法の一つとして、 ジェフリー・ヤングが開発したスキーマ療法が注目されていますということで私はこのスキーマ療法っていうのを知らなかったのであのここで初めてその内容とかも知ってちょっとこのスキーマ療法っていうものについて詳しくお聞きしたいなと思ったのであの前回と分けてここから後半ということでし,してみたんですけどスキーマ療法これねあの 回復モデルの一つとしてご紹介されてますが、どんなものか簡単にちょっとご説明いただいていいですかうん、そうですね、そのジェフリー・ヤングという人がほとんど独立で考えたみたいで、<laughs> 日本ではの伊藤恵美さんという臨床心理士ですね、まあ、Twitter でもその心理界隈でインフルエンサーの一人ですけど、まあ、伊藤恵美さんがもっぱら第一人者として紹介してきていて、まあ、あの結局その、えー、自分自身の心の中には、 まあ、2段階の、えー、心の構造があると考えるわけですね。つまりそのそのすどその動いている思考と別に、まあ、大まかな枠組みですね、まあ、固定観念的なものがあって、えー、その両方に焦点を当てながら、まあ、自分自身を、えーまあえー、自分自身というか、まあえーまあセ、セラピストというかの場合には、まあ、クライアントを治療していくし、 場合によってはあのセリフセラピーというか、えー、自分自身で、えー、ある程度、まあ、セルフモニタリングしながら治療することも可能だというような療法みたいなんですね。だから、伊藤恵美さんが、えー、主に紹介してきて、まあ、彼女が出した関連書だけでも多分20冊ぐらいあるんじゃないですかね。うん、であのかなり難解というか難しいところが多くて、まあ、やっぱりその。 ねそのまあ、あのつまり現在のモードっていうのをどういうふうに分けるかとか、うん、では今はなんかあ,のあなたの中の赤ん坊ダダコはあの暴れてるようなモードですねとか、うんまあ、あなたの中の大人の部分が自分自身を責めていて自罰感情が強いモードですねとかねいろいろと小分けしていくんですけど、まあ、そういうようなその分析の仕方がどれほど妥当なのかということにはある程度の批判があったりとかはします。 えー、つまりその、まあそのまあ、ジェフリー・ヤングという人がかなり独立で考えたものなので、うん、ある程度、なんていうんですかね、多、あ、くの人が協力して積み上げてきた地というのはちょっと違うので、なんていうんですかね、そういうふうに言い切れるものなのかと、ちょっと、まあ、ドグマ的なところがあるんではないかという批判があります。つまり、えー、フロイトの精神分析とその点ではちょっと近いところがあるかもしれませんね。うんなるほど でもね、この分け方の、あのー、中でその弱々しい赤ちゃんモードとか遮断防衛モードとか懲罰的ペアレントモードみたいな感じでその、まあ、自分が陥ってる今の状態っていうのはどういうモードであってでそれは決して自分全体ではないんだみたいに考えるところが、まあ、いいとこなのかなみたいに思ってあの平野啓一郎さんの。 書いてた、えー、とタイトル忘れちゃったけどあの文人の話あったじゃないですかそういうのに近いこうなんていうの統合された自分全部がダメなんじゃなくてこのモードである自分のその部分だけに焦点を当ててだから全部全人格がダメなんだみたいには考えないみたいな良さがあるのかなっていうのを想像しながら読んだんですけどうんそうですねまあ,あの平野さんは この文人ということで、えー、どのモードがいいとかダメとかっていうような議論は、あの中心的にはしないんですけど、でも、大地さんがおっしゃったような捉え方ももちろんできますね。で、まあ、伝統的にはナラティブセラピーっていう、えー、分野、つまり、えーまあおか、家族全体なんかで参加してもらって、まあ、当事者というか、患者というか、まあ、クライエントに自分の人生を語ってもらって、人生の物語を、まあ、セラピストが、 協力してから書き直していくっていうのを、ナラティブセラピーっていうんですね。うん、物語療法という,うに訳すこともありますけど、うん、のナラティブセラピーでは、その外在化っていうものが重視されてきていて、外在化っていうのは結局、人と問題を分けるんだと。うんえー、つまり、えー、簡単に言うと、多くの、まあ、精神疾患の患者なんかは、えー、自分が起こしているた、えー、またまたまのトラブルを、自分の人格のせいだと思いがちなんですけれども、うん、そうではなくて、まあ、その精神疾患の病気のせいであって、 むしろその患者というのはその被害者であったりとか、えーしえー、精神疾患と闘っている、えー、むしろこう正義の側の人間なんだというふうに考えたことができるわけなんですよね。うん、その外在化によってあの、えー、まあ人と問題を切り分けて、えー、自分自身の人格を回復していくということができるので、まあ、そうやってによってネラティブセラピーの、えー、肝である自分の人生の物語の書き直しということが可能になるわけです。 でこの外在化というのは、当事者研究にもがっつりと受け継がれていて、うん、あの外在化をしながら、えー、当事者研究っていうのを進めるんですその原則なんですね。うん、だからそういうふうな伝統的な、まあ、その認知行動療法的な発想の流れを、まあ、組んでいるということはできると思いますね自分の認知や、えー、認知に焦点を当て、自分の行動を、えー、修正することによって、いくらでも人生が変わっていくということですね。うんうん はい、ありがとうございます。このなんか名付け方とかも、その魅力的だったから、弱々しい赤ちゃんモードっていう、その名付け方、いいなって思ったので、あのね、伊藤恵美さんの本とかも、今後ちょっと見て読んでみたいなっていうのは思いました。スキーマ療法。はい、ありがとうございます。で、その次はですね、トラウマケアの観点からっていう項目に移って。 で,で「感情」等って読むんですか「感情」はいね、これ「感情」って聞いても漢字が皆さん思い浮かばないかもしれないけど循環の「間に「状態」の「情」で「しま」って書いて「感情」等というあの回復療法が紹介されていて、ね、これなんかもう。 あの初めて知ったことでしたしなかなか難しいこの、ね、図解さもされていてその宮地さんであるとか斎藤玉城さんの,あの考え方っていうのが紹介されてますけどいやこれも知らなかった考え方でした。ちょっとこれは最近の10年間ぐらいの日本のトラウマ関係の本では非常によく話題になるもので。 まあその日本初の,その精神療法に関するえ捉え方っていうのがまあそんなにたくさんあるわけじゃないんですよね。やっぱりまあ日本で伝統的に昔は中国でその後は欧米から特にアメリカですねえどんどんとまあいろんな知恵をえ輸入してきてからまあ自分の中である程度まあドメスティック化というかえに日本化させながら、え。ー まあ、学問分野を整備してきたという結果があるので、多くの、まあ、理論とかは外来から来るわけですね、まあ。そういうのではなかったからこそ、当事者研究なんかは、まあ、日本初なので注目されたという面があるわけなんですけど、の感情との理論というのも、まあ、あの海外にはなくて、日本人が自力で考えたもんなので、えだかなり話題になりましたね。うん、えー、面白いですね、この感情との理論。あのちょっと少しだけ その内容これすごい面白いなと思ったので少しだけ内容を抜粋してご紹介すると斎、えー、藤玉樹さんが、えー、宮地さんのやや組み替えた見取り図っと再編しているもののご紹介で斎藤さんのイメージではトラウマの感情ととは内部に内海を抱え込み島の外は外界 に接している島のことです内海はトラウマの中心から広がっていてそのトラウマを生き延びられず死んだ人などがいて死者ばかりがいるために語りは発生しないトラウマを生き延びた人は内海の波打ち側にたどり着き内斜面を上り屋根つまり頂点部に進んでいきます。 その過程が進行する分だけ語りは豊かになっていく。さらに尾根から外斜面に降り、外界の波打ち際にたどり着き、やがて外界に出ていくと、もはや被害者はトラウマについて語らなくなる。そのような時期を克服したからですって書いてあって、ちょっと漢字の読み方がない。 あってたか不安ですけど、うん、あ環状島というのはまあ簡単に言うとそのリング状の島ってことですね。リング状の島があって、うん、その内側には内海があって、うん、内なる海ですね。その下には普通の海洋というか外海が広がっていると。うん、その内海を作っているのは何、まあ、かの爆発なわけですよ核爆発的なもの爆心地なわけですね。 <laughs> その爆心地つまり例えば典型的にはの暴力を受けるとか、うん、まあどっか戦場を体験するとかね、うん、殺されかけるとか、うん、レイプをされるとかそういうふうな体験があった人であの生き延びられなくて死んでしまう人いるわけじゃないですか、うん、まあ殺されてしまったりあるいは自殺をしてしまったりとかね、うんうん、でもあのそれ生き延びた人はどうなっていくかっていうなモデルがそこゾンサイト玉木さんの言ってることですね、うんうん えこれってじゃあ克服したら、まあ、これもその語りトラウマを語れるようになるためのこうモデルっていう感じがしたんですけど、うん、で最終的には克服したらもう語る必要すらなくなるみたいなことですかねうん、うん、まあやっぱりそうじゃないですかねあのまああの語る本質的な意味がなくなっていくんじゃないですかもう自分の中では終わったことだからっていうようなことで。うん 私、最近、仁木林子さんという方と知り合いになって、キリン子さんってあのご存じない方もいるかもしれませんけど、自閉スペクトラム商社の,あの当事者で、日本で一番有名なその3なんですよね。うんうん、であの、1990年代から海外の自閉スペクトラム商社の事前なんかが翻訳されて、話題になってきてうん、うんで、だんだんと日本人の自閉スペクトラム商社、まあ、多くは女性だったんですけど、 こう言われて、えー、自分たちはこんなふうに感じているということを言,言い出したんですね。うん、で、えーににえー、2000年代というか、2十世紀の最初の数年間に、一番、あのー、活躍したというか、たくさん本出ちたのが、ニキリンコさんという方で、でまあ、最近あの、私の本をすごい応援してくれて、ファンですって言ってくれてるので。 二木さんと一緒に本を書くことはできますか?」的なことを言ったら自分の中ではもう自閉症の問題はあの結託がついたからもう自分の本を書こうと思わないと。うん、で、一見からあの翻訳をたくさんやってるから、うん、今後も翻訳の本だけを出すと思って言ってましたね。うん、だからそれはんか自閉症の問題っていうのは、うん、多くの場合そのも,本質もともと持って生まれた自閉スペクトラム症の特性の問題っていうよりもそれによってことはトラウマの問題が大きいわけですよね。 うんうん、そのことがもう自分ではもう語る必要がないくらいにもう語り尽くしたという感覚があるんじゃないですかね。うんあのこれは後半に聞こうと思っていた私がこ,うこの本とかその親子関係の当事者研究であるとかあとはまあフェミニズムとかを追うこと、まあ、追ってるし今後も追い続けると思うんですけどそれ 絵の疑問とすごくつながることなので今あの,の話とすごいリンクするのでお聞きしますけどなんかそのトラウマであるとか、まあ、自分が傷ついた体験とか経験を、まあ、掘り下げていくというか思い出して語ったりとか、まあ、どういうことがどういうふうに嫌だったのかって考えることってある意味なんていうの自分の傷をこう えぐり続けるみたいななことでもあってなんかそれってこう回復と逆方向にベクトルが向いてんのかなみたいに感じることもあってで今のそのお話ニキさんがもう自分の中ではそれは解消あの、ね、問題じゃなくなってるからっていうのと、うん、だからどういうふうに考えたらいいのかなって私はそういうの あのこの当事者研究であるとかを、まあ、フェミニズムもね当事者研究の一つですから知ってよかったと思う一方でそれによって結構苦しいなって思うことも正直あってなんか横道さんはそれはどういうふうに考えますかうんだからまあそれがそれこそ感情との理論のことですよね。うん,うん。だからまあすぐにはその,あのね、まあ、それこそ原爆体験なんかがすごいあの分かりやすいと思うけど。 やっぱりしばらく語れないんですよね、ショックが大きすぎたりとか、あるいはどうせ語っても分からないと思うわけですよ、まあ、戦争終わってしまったしね、うん、え核兵器のことはみんなたあ、日本人ほとんどは体験していないし、うん、でこう語ると、なんかまたこう被害者モードかみたいなことね、いわゆる被害者避難がされたりとかする、うん、わけなんだけど、まあ、だんだんとついてきて、こう社会状況も整っていくと、ようやくその語れるところができてきて。 うん、それってあの、あのー、多くのことに、ね、同じパターンが展開するんですよね。うん、だからヨーロッパのユダヤ人虐殺もそうで、戦争終わった後にすぐにこうユダヤ人の虐殺の問題があの大きなテーマになったわけじゃないんですよ。うん、なんでかっていうと、ナチスが滅んだ後には、今度は冷戦が問題だったので、うん、ナチスのことを振り返ってる場合じゃなかったんですよね、うんうんで。さらにあの、日本でもそうでしたけど、 戦争にコミットメントした人の多くは戦後に一時的に越されるんですけど、うん、数年間でどんどん復帰してくるんですよ。うん、なんでかっていうと戦争の指導者っていうこと優秀だったからですよね。優秀な人材を作ってから冷静に勝たなければいけなかったからですよね。うんうん、でそういうふうになってきてしばらくした後にあとに今度はその世代が変わって、うん、なんであの問題ってあのみんなあの語らないまあ、ま,あまあ過ぎてしまったのかみたいなことが話題になってきて。 うん、ようやくそのユダヤ人の虐殺があの20年とか遅れてから話題になっていくんですよね。そういう状況でようやくその被害者たちも自分がどんだけ一人で体験をしたかっていうことを追いやられるようになっていくと。そういうプロセスがあって、うん、の社会状況の変化とその人の心の中の変化というのをとリンクしながら進んでいくわけですね。横道さんもご自身のねその 体験をご著書の中ですごく語っていらっしゃるけど、うん、それだしそれに加えてこう自助グループの主催もし続けているけどそれをすることによって、まあ、ずっとそこから何て言うのそれを直視し続けるっていう状況に置かれるわけじゃないですか過去、うん、自分が苦しかったことを。それで辛くなりませんか うん、だからまたその場合も全く同じでだから最近ね45年前に発達障害の診断を受けてからその1年後に女グループに出会ってから自分の話をするようになったけどそれまで私がなんか過去のこと語ったことってほぼ一回もなかったですよ。へえー、そうなんだ。だからその語り終わったので実際に女グループに参加すると自分の現在の問題だけじゃなくて。 過去の問題がずっと関係していることが分かってくるので、うん、語ってるうちにもっと語らなければいけないと思ったし、うん、でも自分自身の問題はそういう意味で、ね、語ることにいしほぼ片付いてるんですけど、うんまあ、私に宗、えー、教されて語りたいと思う人はどんどん出てくるわけですから、うんうん、そのさらに付き合うことによって私の回復も進むと考えるのでそういうことを続けてるということですね。うん、じゃ傷がこう深くなっったりも,もっと なんていうのそれを見続けることによって困難が増えているみたいな感覚はないっていうことですかうんだから今はまだ無理って思った場合には無理をしてはいけないと思います。うん、うん、なるほどね。うんうん、もちろん場所にもありますよね。ここではちょっと危険だから語れないけど別の場所では語れるってこともあると思うしね。うん,う,んうん。まあそういうの安全な場合は自助グループが典型できわけですよね。うん,うん。ある意味ではそのカウンセリングとかよりも安全なことがあって。 やっぱりそのカウンセラーとかってやっぱり立場が上なので、うん、こういろんなことを、まあ、あのビシバシ言ったりするわけですよ。うん、そういうことはアドバイス的なこととか説教的なこと言ったりすることもあるわけですね。うん、あれはダメ出しをしたりとかね。そんなんだからダメなのよとか。そ<ー>ういう人がいいんじゃないとか言っちゃうわけはね。<laughs> そういうことによってもこの人は相談できないと思う人もいっぱいいるわけですよ。自助グループの場合にはもう自分と同じような体験をした自分の分身たちなんで。うんうん であの例えばアノニマス系のグループだったら一切応答をしてはいけないってルールがあるし、うん、あの私がやっているグループでいうとその説教とか、えー、そういう他、えー、者の指定とかは禁止みたいなルールを作ってやるので、うんうん、安心して語れるわけですよね。ななるほど私はまだその過渡期に いいるのかもしれないなってあの横道さんとね一緒にシリーズでお送りしてる「隣町カフェでの」でのイベントでも皆さんの話を聞けて後半でねあの質問とか質疑応答の時に皆さんの悩みを言ってくれてあもうすっごいやってよかったなって本当に毎回感じるんですよね。ででも一方でやっぱ私の,その自分が これが辛かったみたいなのをまあ会の中で全部じゃないけど一部こう共有するわけでなんかそこからすごい逃れられなくなっちゃうなっていう感覚もあってそう今だからまさにこう過渡期にいるんだなっていうことを思ってますでもなんかねその方たちと出会えて語り合えたことによって本当自分だけでは持ち得なかった視点みたいなのをすごくもらう。 しあのみんなの困難をこう共有してもらえるのは何ていうの同情とかそういう観点じゃなく本当に、まあ、仲間というか、まあ、人生が大変に感じてる者同士のこうね回復集団回復みたいな感じはすごくしてそ,うそれはすごい好きな部分なので次回以降もねあの楽しみに。 してますけど、まだ私は道半ばという感じがしてます。<laughs> はい、うん、ありがとうございます。ではですね。あの、さっきこの先に進みたいんですが、えっ、ー、と次はね。あもうここで他にもそう。この後は物理的なトラウマ治療っていうことが紹介されてたりして、それは本当に体そのものにこう。 刺激を与えるというかねそういうトラウマ治療の方法眼球にっていうのもこれもすごい興味深いなと思って読んだんですがその先で、えー、と気になったのが111ページの「心的外傷後成長と多次元回復多次元的回復」っていう項目の中であの依存症の治療の現場あるいは自助グループでは 回復ととははゴールででなくくプロセスだとよく語られるんです依存症にははっきり感知したいと言える段階がなくふとした瞬間にスリップ再飲酒や再服薬してしまい依存症状態に再び陥ってしまいます。共依存的状態を罹患したアザルトチルドレンの回復もゴールではなくプロセス自体だと考えていいでしょう。っていういてっててて書いあ ああこれなるほどなってすごいこう発見させてもらった部分でい回復ってやっぱゴールの状態に思ってたけどそうじゃなくてプロセスだというこれはいいですね。うんまあそうですねただやっぱりそういうな考え方があるからこごまかされてる感じがするということで反発する人もやっぱり一定数いますね。うん。そうそう治ると思ってるから参加してるのに治らないって言われたらなんか困るというのはね <laughs> 声がまことだ間違いないです。 でまあ、オープンダイアログの世界であの治療はあの結局の対,話のな対話から出きた排泄物みたいなものあるいは副産物みたいなものであって、うん、あの対話でその治療することを目的としないというルールがあるんですよね。それも多分自助グループからそのヒントを得てると思うんですけど、うん、結局そのなんで対話自体を目的とするかっていうと、うん、治療しようと思って話していてもあのそんなすぐ治ったりしないんだけど。 まあ、とりあえず対応していると、まあ、どっかの段階で、まあ、対話がそのケア効果を発揮して、うん、まあそれによってその患者が、まあえー、心身ともに楽な状態になり、た、まあ、多分自力回復的にセラピーが起こるというふうな局面があると思うんですよね。うんまあ、そういうふうな点で、あのー、ゴールとして想定しているとこう治った気はしないんだけど、こうプロセス上、実際に治っていっているというようなことが起こっているんじゃないかと思うんですよね。ー、うん、グループででもそううと思うんですよこうずっと参加していてい 例えばもう10年間20年間ジョグループに通ってる人がねぼ,ぼやくわけですよいつ治るんだとね <laughs> だからそう思ってるとそれは一生治らないんですよ。<laughs> これはこの前のその隣町カフェの時にも私がちょっと言ったことですけど、うん、あのー、ねあのー、ほらあのー、自分の自尊心の話でしたっけね、うんうん、が、あのーまあ、あんまりこう自分自身を肯定できないという感情が、えー、いつなくなるのかっていうような質問出たじゃないですか。うん で私は言いましたけどその、いつまでも私も自尊心が低い,いと思ってるんだけど、でもそれは、その、昨日とか明日とか、そういうふうな短いスパンで考えてるからであって、うん、実際には10年前とか20年前と、今の自分を考えると、よっぽど成長してると思うし、よっぽど回復してると思うんですよね。うん、あの自助グループの通うというのはそういうことで、うん、あのみんなその自助グループに通っていのは、まあ、結局病院とかカウンセリングで治れないようなもののために、自助グループがあるので、 でまあ、病院でも無理カウンセリングもダメ自助グループでもダメなのかって思うと絶望しちゃうんだけど、うん、でも実際には自助グループに通うことによって多分その10年前と現在と10年後では全然違ってきてるんですよ。うん感知はしないんだけど寛解はするわけですねうんうん。なんかこれだけ散々あの私も。 このチャンネルでもあのカウントに出てたのがもう300回以上この動画を配信し続けていて300回もやってるのに全然自尊心の問題解決されてないけどみたいな感じで絶望すするわけですよどんだけ自尊心をあの持つことが難しいんだっていうかもうこれこんだけやっても。 モテないってもうモテないんじゃないかなみたいなに思うんだけどでもやっぱりその一番悪い状態の時とかから比べるといろんな考え方とか論理を知ることによってあでもこういうふうにもあの書かれてたとかこういうふうにも聞いたみたいなのをどこか思い出せる瞬間があったりして、まあ、ちょっとは良くなってんのかなどうかなみたいな <laughs>。 そのくらいのレベルですけどでもなんかねゴールにはなかなか行けないけどプロセスであるって聞くとすごい納得できるなっていうのは思いましたナイさん <laughs> もうだからあのあれですよこのあのこういうふうなねあの未来に残したい授業を始める前と始める始めた今と 今こうイメージするとなんかそんなに変わってる感じはしないかもしれませんけど、うん、実際にその過去からあの第3を連れてきてから向き合わせるとかなり違った人になってると思いますよ。うんそうなのかなぁね自分じゃわかんないですけどね、うん、でもそうだといいなっていうのは思うしなんか私の場合はこれがそのすごい。 トッパーになってるっててるさんざんだってこんなに話聞かせてもらってもう皆さんにその有志でこれ応じてもらっていてご厚意でこういうふうに続けさせてもらってるのにそれで私絶望して自殺とかしちゃったら皆さんのこと傷つけるっていうか困ってる第んこういうこと知りたいって言ってた第んに答えたのにって思わせちゃうなっていう。 ところもすごいこう自分の中でもう一番心の状態が悪い時とかにああでもねああやってくれてた行為を無にできないなみたいにそうそういう機能も発揮してます <laughs> そうだからねそのゴールじゃないけどい良きに向けたの上向きな状態に向けたプロセスでそれを続けていくっていうのは。 あの私はすごい好きだなこのプロセス論ばって思いましたね。うんはい、だし私が観察して横道さんを観察してる限りにおいては横道さんこそこう出会った当初、まあ、2年くらい前だと思うんですけど初めて会った時より飲酒量が減ってるんですよ横道さん。この間のあの打ち上げの時もあの ほっ、ね、ピー飲んでて、うんまあ、前だったらもっとハイペースでガンガン飲んでたのでだから横道さんすごい、うん、あのねお酒飲むペースゆっくりになったと思ってちょっと安心したんですよねそれにね。やっぱりねあのこうやってあの活躍をしていてたくさん本出してるとだからちょっと前までね別に自分が死んでもまあ悲しむ人は全く似合うと思わないけど。 そんなに影響にないると思ってました、うん、今死んだら困る人結構いますからね。<laughs> うん。原稿って。<laughs> そうそう。そうですよ。だし、原稿っていう仕事面でもそうだし、もう私はもちろんのこと横道さんのファンたち、あのー、がね、もう悲しむから困りますよ、それは、はい。だからプロセスをね、楽しんでいけたらなと思います。はい、でその あとですねそのっ、えー、とに「持続的幸福のために」っていう講があってあのポジティブ心理学の創始者のマーティン・セリグマンさんの説とかが紹介されていたりして私このマーティンセルセルセルう・セリグマンさんかの本もうそれこそ10年以上くらい前に 読んで大変感銘を受けたのを覚えてたのでああの人だみたいにここで見たこと嬉しくなりましたけどあのそこれねそうそうここで、ね、118ページにあこれはもうその後の「対話型自助グループのす,すめ」っていう章に移って。 ここ今からする話は対話型自助グループの話なんですけど、まあ、自助グループの効、ね、能であるとかは今までもすごくお話を伺ってきてるし私も横道さんのやり方をこうイベントで学ばせてもらってるんですけど自助グループの。その中の効能の一つに、ね、参加者が自分の個人的アイデンティティを新しく定義し 自尊心に基礎を置いた新しい規範を展開できるようなオルタナティブな文化及び社会構造を開発していくことっていうふうに書かれていてこれ心理学者のレオン・ H ・レビさんっていう方が定義してることらしいですけど、うん、ねなるほどなってすごい思ったのが私なんかオルタナティブな ものの追求をこのチャンネルでもすごくさんざんいろんな線からこうしてるんですけど自助グループに出ることでそのま自分のアイデンティティがこう塗り替えられてでさらにまあオルタナティブの文化および社会構造の開発にもつながるっていうのはとんでもない存在じゃないか、うん、自助グループはみたいにすごいびっくりしました、うん、なんか心の,その塗り替えってことだけじゃないんだなっていう。 うん、いやそのレビーさんのそれはね、やっぱりあれなんですよね、頑張って探したんですよね、つまりあの私、別にあの自助グループを哲学的に考えるっていう本をもうすぐ出すところなんですけど、<laughs> そこでやっぱりその自助グループのに関するあの有名な議論っていうのを結構、まあ、サーベイというかあの、調査したんですが、やっぱりあのその社会を変えていくみたいなことってあの、むしろ多数派は言わないんですよね、研究者もね。<laughs> うん、やっぱりその心の変容が鍵になっていてとか、うん、まあによってはそのグループ全体が変わっていくんだみたいなことを言うんだけど、でも自助グループって、つまり、まあ、おそらくその閉鎖空間というか、周囲義務があって、ですね、うん、個人情報とか持ち出しできないし、えー、外部の世界とは切れた空間を作ってるということがあるから、やっぱりその外部の一般社会とはなんか別物っていうふ、ね、に考えるような、あのーまあ、先入観が研究者にもあるのかなって感じますね。 でも実際にはそのレビーが指摘しているように、えー、自助グループであっても、そこに参加する人は普段社会で生きているわけですから、うん、グループでた経験を社会に発信することによって、社会改革につなげていくことができるわけなので、うん、実際まあ自助グループに参加している人で、いろんなところでまあ講演をするとかね、うん、あるいはインスンスで発信するとかによって、それによって多くの人に影響を与えているということは、社会を変えていってますよね。そ、うん、こ,こはすごく重要なポイントかなと私は思います。うん そうかいやそう考えたらそのやっぱ事情っていう言葉が持つあの漢字が持つ意味も、まあ、セルフヘルプってことじゃないですかそれがやっぱ社会とのその絵の影響とかが見えづらい言葉としてこうワークしてる気がしますけど確かにその高校人は社会とつながっているわけだからオルタナティブな文化や社会を構築していくことにも つながるっていうふうに考えるとただのセルフヘルプにとどまらないっていうことですごくいいなと、うん、あの勇気づけられるなこの発想はっていうふうに思いましたね実際今私自身がまあ典型例ですけど自助グループにやっぱ関心した人はなんかそういうふうな場をもっと増やしたいと思いますからねそれによって自助グループを増やすことでも 社会を変えていることになってるでしょうし自助グループではないんだけど自助グループっぽい組織を作るとよよりり変えてることになりますよね確かに本当だな。いやもう私もすっかり横道さんの影響でそれこそ仁村さんと出会ったのも横道さんを介してですしあの月見さん石田月見さんとそれでなんか。 彼ら彼女たちとジェードグループみたいなそういう会を一緒にやりたいなとか、ね、すごく思ってでも二村さんとはねそれで隣町で始めてますけどあの類似したことを別の場でもあの別の人ともやってみたいなっていうのはまだやっぱね一人でやる勇気は出ないっていうか。 そうまあ、私自身がその自助グループの場合への参加が足りてないっていうのもありますしなんかねそう一人でやれる気はしないんだけどでもそれに類似した会を今後やっていきたいなっていうのはすごい思ってることなのでそれが社会のねそのオルタナティブな社会の構築につながるなら嬉しいなって思いますよね。うんはい、あとはそうこれ。 その後に、えー、ここも対話型自助グループの章、えー、の中で、えっとね、124ページに、<あ>さっき出たようなその物語を書き直していくナラティブセラピーの,あの説明がここで少し書かれていて。 あの当事者研究もオープンダイアローグ的対話実践もナラティブセラピーのように自助会仲間との共同作業によって当事者のドミナントストーリーを覆しオルタナティブストーリーを形成する現場となるわけですねっていうふうに書いてあってあの私横道さんの2作目の「ゆいがゆく」すっごく好きな作品の一つなんですけどあそこでもそのナラティブ セラピーについて書いてあって、あ、なるほどなって、物語を、まあ、書き直していく、作り直していくって、それはがその時にこう一人でやるっていうよりも仲間とやるから、こう前を向いた物語っていうのを作り直していけるんだなっていう発想は、このナラティブセラピーに関して、ゆいがゆくの中でも紹介されてたから、それで初めて知って、すごいいい。 考え方だなっていうので参考にさせてもらっていてなんかその物語って、まあ、私が今までそういうのを知らなかった時にはやっぱ自分の記憶って書き直せる、まあ、記憶自体物語でも本当はあるわけだけどそれって変えられると思ってなかったっていうかだけどそれを作り変えていくっていうのはなんかそう聞くとこう。 フィクションで全くでたらめに作っていっちゃうみたいなイメージを持つ方もいるかもしれないけどそういうことではなく物語を作り変えていくっていうことができるんだっていうのは、まあ、それまで思いも至らなかった発想でこの、ね、物語人生の物語を書き直していくっていうことこれは横道さん「そのゆいがゆく」の中でも。あの 重点を置いて説明されてたので、横道さん自身もこのナラティブセラピーっていう考え、あま治療法に大きな思いを置いてるのかな？って思ったんですけど、いかがですか？うん、うん、まあそうですね。やっぱりまあ、自分自身が文学研究者ですからね。やっぱり <laughs> あの物語。特に。まあ、私の場合にはどこど？この国の文学が好きとか、そういう風うな関心ではなくて、うん、あの物語っていうものってすごい。やっぱり人間の人生を作ってるな。っていうのはこう意識があって。 まあ文学研究者になりたいと思ったので、うん、やっぱりまあそういうふうなあの全然自分の専門と違う分野でね、うん、まあ人生って物語だからそれを書き換えれば人生変わるっていうのはすごいこうびっくりしたというか、うん、大きな発見としてあったし私が結局まあ自助グループの活動をやっていたりとか心理学や精神医療の分野にも関係するようなことを活動して。 まあその世界の人にも注目されてるっていうのはやっぱりそこら辺がやっぱり人は軸になってると思うんですよね。うん、まあナラティブスライプ自体はあの心理療法っていうかその心理師さんがやるもんでねカウンセリングでやるもんですけどまあでも実際にそういうまあ同意者研究であれオープンデイアログであれ自助グループであれ結局も同じことをやってるんだろうなっていうことはあの感じるのでまあそのことはあんま書きたいなと思ってるんですよね。 でやっぱりその他人が参加して一緒にやるっていうのはナ、まあ、ナセロセラピーがもととそういうもんなんですよ、うんあの。家族療法の流れを組んでるのでの悩んでいる人だけじゃなくてその家族とかも参加してくださいねっていうのが基本なんですね。うん、で結局それは、まあ、あのすごい合理的な発想でこうもの人生の物語っていうけど、うん、物語っては結局普段のこの生活のまあ集合体ですよね。 生活はやっぱ基本的に他者と営むもんなのでうん、うん、一人で孤立していける人はいないわけですから自分の周りにいる人が入り込むことによって、うん、その人,の人生や環境は変わるわけですよね。うんうん、物語も当然変わるわるけですねなるほどなじゃ物語って言ってもそうか、うん、結構もっと直接的な。 家族療法の中においては直接的な意味だったんだその環境そのものみたいな意味合いも持ってたってことなのかうんだからまあ,あの本人が一生懸命こう思っていて普段家族と接していて家族が言ってることを踏まえてから自分なりの考え方って作っていくと思うんですよね、うん、親と全く違うストーリーを子供が持つとかってすごい難しいじゃないですかでもあのまあ多くの場合その親が持ってるストーリー とまあ、ちょっとだけ違うストーリーを子供が持っていたり、とかっていうことが多いと思うんですよね。うん、うん、まあ、あれは親には賛成できないけど、って思っていても、結局あの全然違った。例えば、うん、え、日本に住みながらアメリカ人のような人生観とかって、ま,まず無理じゃないですか。うんだけど、そこにこう第三者が入ることによって、また全然違った。世界観の人からの視線が投げかけられてうん、うん、え、全然違った。想定を超えた質問がされたりとか、それに答えてるうちに。 どんな自分の認知が変わっていくんですよ当然自分の認知が変わったら当然人生は変わるし物語も変わるわけです、ね。全然違った形で過去の体験を捉え直したりとかね、現在起こっていることも違う視点から眺められたりとか、うそうすると未来に対するビジョンというのも変わってきますよね。 受けてみたたいなと思ったナラティブセラピーっていつか <laughs> 受けてみたいと思ったし今のその物語との関連のお話で言うとこの横道さんの新刊松本敏彦先生との共著の竹をやめられない文学研究者とタバコをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話の中の後半でその物語のうねり に身を任せている感覚っていうのが好きなんだっていうのが書いてあってあなるほどなっていうすごいこう横道さんがしてることがねつながってこれは今回の、うん、物語のうねりを味わう時の快感とは結局はフローの快感とそんなに変わらないものです。 今私は当事者として精神療法的な当事者研究に打ち込んでいますが専門家、まあ、文,文学研究の、ね、専門家としての本質的関心も当事者研究とそんなに遠いものではなかったのだ遅ればせに気づきましたって書いてあってそれそこに快感を感じてるのかっていうのですごいこう今回のこの本でなんていう横道 ままことという人物ののが開けたた感じしました私の中で <laughs> なるほどなるほどって本当にそのね横道さんって文学研究者が本業で,で当事者研究っていうのはまあその本業とは別にやられてることだけどそういうつながりがあるのかってキーワードは物語なのかっていうので、はい、すごい大発見だったので。あ、えー、のー 今さっき教えてもらったその人生の物語を書き換えていく話とかもうんすごいなるほどなって思うし私も物語が大好きでこうずっと小説とか若い時はず,ずっと読んでたので自分がそういうものに追い求めていたのってあの横道さんが言ってるようなことだったのかもなみたいな発見を横道さんの本から。 させてもらうから、うん、はい。すごい囲。囲むう同じようなことで言うと、この本の4ページに書いてある社会構成主義の話がありますけど、うん、これはやっぱり私が文学研究者として、なんでこういうような文野に持っているのかということをまあ集約してますね。うん、で、社会構成主義っていうのは、世の中の多くのものは、うんえー、人間があまあ、説明したりとか、うん、えー、することによって構築されていて、その人工的なもんなんだと。 うん、社会的文化的な意味付けによって左右されているのであって、うん、えそのまんま生のまんまそこにあるものではないっていう考え方ですね、うん、結局これがあるから物語両方が可能になるわけですよつ<ー>、うん、まりあの例えばあのこの社会構成主義を提唱したガーゲンという人が言ってるんですけど、うん、じゃあ痛みの問題なんかは本当に社会的に構成されてるんですかっていう疑問に答えてるんですね、うん、で痛みの問題ってやっぱりこう物理的に存在するわけじゃないですか、うんうんうん でも例えば、その現代だったら麻酔がなかった手術はありえないですよね。うん、でも過去にはそれがあったわけですよね。んんるねさらに、ヨーロッパの場合とかだったら、うん、あの苦しむっていうことは、その十字架で日がイエス・キリストに近づくことであるから、うん、それは崇高なことであって、耐、うん、えられることなんですよね。うん、でも、その時にこう苦しんでイエス・キリストに近づいたっていうような喜びを持ってから苦しんでいたことが、 うん、現代のそういう信仰がない人は耐えられないような痛みですよね、うんうん。だからその痛み自体が消えるというふうなその物理的なものは否定できないんだけど、うんうん、いくらでも意味付けによってその変わってくるわけですよ。文化的的社会的な背景によって違ってて違くるわけですね、うん、で私たちはその文化的社会的背景を背負ってから生きてるわけなんで、うん、そこをもう一回あの変換し直したら。うん なんとでも人生は変わるし社会の文化も変わるわけですね。うんまあそういうようなことがその心理学の世界でもちょっと要素としてあるんだなということに私がこうパッとひらめいてで、まあ、多くの人はそれを、まあ、心理学を勉強したので社会構成主義を学ぶとか、うん、物語両方学ぶとかっていうようなあの形になるわけじゃないですか。うん、でも まああのー、そういう物語療法や社会構成主義を学ぶ人の、まあ、95%以上ぐらいはまあそういう人なので、うんあのー、みんながみんなそうだったらそこからまあイノベーション起きないですよね。私の場合には文学研究者だからうん、うん、全然違った世界からそこにこう接近できるわけですよ。うんうん、そうしたらこう誰も書いたことない本が出てくるわけですね。なうん、うん、なるほどな えいろんなだから国とか時代の文学作品を読むことによってその社会的状況とか背景文化とかがもう全然違うってことを、まあ、感じ取ってるわけじゃないですか小道さんって。えー、それによって何ていうのその書き換え方のアイディアっていうかとかも湧いてくるっていう感じですか、うん そうですね、まあ、やっぱりね、あの過去にあの海外体験がたくさんあるので、うん、やっぱりもうなんていうか、あのでちょっとしたことで自分の,その文化的、社会的認識変わったりするじゃないですか、うんうん、まそれこそ、ダイもアメリカで住んだことがわか分かると思うけど、うん、なんかあのちょっとした、あのね、あのそういうアメリカ体験が続くと、なんかアメリカ人っぽくなっていきますよね。まあ、現在の、ダイ第んも結構アメリカ人っぽいとかあると思うし。うんうん、そう思います私も、えー だからそんな感じで <laughs> あの結局簡単にこう人間というのは変わっていくわけですよね。うんうん、それを人工的にやるのがその、まあ、あれ物語療法であり、うん、あとはナラティブセラピーであり、うん、そのような原理を共有する自助グループなんですね。へえー。私は完全に自助グループっていうのはその人間を変えるための実験者だと思ってます。へえー、すごい。それ書きましたその新刊に自助グループ、ねいや。いや全然書いてないですね。 いや、それ入れた方がいいですよ、絶対。今のめちゃくちゃ感動するわ。はい、自助グループの効能をすごくよく表してると思った。へ、えー、うんいや、聞けてよかったな、今の話。まだまだすごい、もう、横道さんには本当にもう散々お世話になってる。このチャンネルでも。 あの横道さんか吉田博先生どっちが出演回数多いかなってくらい本当す,すごい最もお世話になってる方の一 <laughs> 人だけどまだまだしで私横道さんの著作も全部ほぼ全部読んでるけどそれでもまだまだ聞いたことなかった知らないことが毎回出てくるっていうのがすごいなって思います楽しいです。 でねそのあと今のねここのあそう今のが124ページでそのあとに創作的なメタメソッドの場っていうあの項目の説明に移っていてそうこれもその事情グループでいいなって思ったところの一つだったんですけど、まあ、参加者同士が話してるい とまあ、この本はねアダルト・チルドレンについて書いてるからアダルト・チルドレンとしてのライフハックに関するメソッドが多数話題になるはずです。でそんな新しいメソッドを算出する場つまりメタ・メソッドの時空間が対話によって分裂されるのですってあってえ語りによってえどういうこと語りが、まあ、たくさん集まってる状態っていうかその場にいろんな持ち寄られていてそれが によって,なんていうの人の語りを聞いてじゃこういう方法があるかみたいな新たなあのメソッドが生み出されるっていうたくさんのメソッドが集まることによってってことですかうんそうですね。うんそうかなんか人のを集合させてただ 1+1 が2になって 2+2 がとかだけじゃないってことですか うんうんそうですね。だから、メタメソッドっていうのは、あのググっても、あのほとんど出てこない言葉で、うん、私自身もそれ、一応自分で考える言葉なんですけど、うん、他の人らも使ってる人はみんなそうですね。こうそういう言葉、本ではないんだけど、うん、自分でそういうのを考えました的な人がちらほらいるぐらいで、うんはい、アディションに載っていない言葉なんですけど、結局、困りごとのための,そのメソッドの本っていうのはたくさんあるので、うん 今回の本は何かそういうふうなものを生み出すようなリドグループを皆さんに作ってもらうにしますよっていう本なので、うん、メソッドを与えるんじゃなくて、うん、メソッドを生み出すものを与えるわけです。メソッドを生み出すもの、うん、なるほどね。うん はいはい、でその後にねあのこ今のが126ページだったんですけど127ページにその「ミラーテクニック」っていう鏡の技法にそう関しての説明の後にこに「悲しみに満ちた痛々しいトラウマ記憶を笑顔とユーモアによって書き換えるのです」 書いててあってでこれは私その当事者研究っていうか、まあ、横道さんがやってる当事者研究の好きな点ってブラックユーモアに満ちてるところがその大きなポイントの一つなんですけどでもこう笑いとかユーモアに変えられないような種類の,そのトラウマ体験とかもきっとあるはずじゃないですか。 でも、うん、このアダルト・チルドレンの問題とかってまさにそうだと思うしそれこそこのファンの中の後半で出てくるその性的虐待のを受けた人の例とか、まあ、これは物語形式ですけどでもそういう事例もたくさんねあるでしょうし何て言うか笑顔とかユーモアにはできないような種類のことに関してはどういうふうに考えてるのかなっていうのを。 知りたいなと思いましたうんまあそれはだから無理してやっぱりユーモアにするっていうのはやっぱり暴力的なことなので、うん、やっぱりまああのー、できないなと思っているタイミングでやらない方がいいですね。うん、でこれはなお私が、えー、っと信仰から解放されない子どもたちに、うん、え書いたことだと思うんですけど赤書店の本ですね。宗教二世に「信教の自由を」っていうようなサブタイトルの本ですけど。 そこで私は、えー、どう書いたかっていうと、私の方はこうユーモアってその大事にしているので、うん、いつもこう読者がおられるってするけれども、今回飲んだそういうことを一切やっていないと。うん、でそういうようなことをするのは、なんかその自分の過去に対しても、自分の同じような宗教人生の仲間に対しても、なんか冒涜的なことだと思ったからだって書いてますね。うんうん、だから特にそういう明らかな加害者がいる場合っていうのはね、うん、あの難しいっていうのはそうだと思いますね。 でも例えばね宗教2世の問題だったらやっぱりその親の問題がやっぱ教団の問題っていうのがあるから、うん、それってある意味でこうレイプ犯とかうん、うん、戦争でなんか自分の家族を殺した人みたいなものに近いわけであって、うん、これってやっぱり許すの難しいけどマ、うん、ダルトチュードレンの場合っていうのはそこら辺とか曖昧で私は、うん、この本であの書いたことの重要なポイントは、うん、まあ毒親の親っていうのはまあしばしば毒親なんですよね。 で私がよく言うことですけど多くの加害者というのは元被害者なんですよねそのことが分かっていくとなんか許せるも部分が出てくるわけですよそこから先どうやって環境、まあ、を回復するのか,か、まあ、難しい問題ですけどね、うん、で私はあの自分の親のことはもう許してるんですけどただあの自分の親とあの 前通りの関係を作り直そうとは思わないんですよね。憎んだりとか恨んだりとか毎日こう憎しみをたぎらせるわけでは全くないんだけど、うん、ただ今後あの縁がなかったらもうそれで OK ぐらいと思ってるんですよね。うんうん、そしたらまあ結構ユーモアでも語れますよね。うん、やっぱりこう怒り狂っていたり憎んでいたり恨んでるとやっぱりユーモアって難しいと思うし、うん、むしろこう無理してユーモアにすると必要ないんだけど、うん、まあとに一種の諦めが諦めたら教師に行くとね。 これからはあの関係は結び直したくないけれども別にもうなんか何とも思っていないという状況やったら、うん、ユーモアが入ってくる可能性はあるし、うん、ユーモアが回復に役立つこともあるとは非常に多いと思うので、うん、その時にはありだと思います、ねうんうん、なるほどな、ね、なんか無理してあのユーモアとか笑いに変えなくてもいいしまあそれが変えた方が自分の回復に 役立つならというか回復が促進されるならあのそういうやり方でもいいしっていうくらいに考えるのがいいのかな。そうあのこれ前も言ったかもしれないけど精神科医の春日武彦さんと話してた時に聞いたのが、まあ、患者さんの中でねで春日先生もブラックユーモアで、ね、作品でいっぱい飛ばしてるけどでも笑いに変えられないなって思う。 話もありますかって患者さんが語る中でって言ったらやっぱその親からの虐待とかあの性親からの性的虐待とかを受けた患者さんたちの話とかは、まあ、もう笑いにかなかなか春日先生でもそれが思い浮かばないみたいに笑いへの変え方が思い浮かばないっていうのを言っていてで親子関係 でなんていうのその瞬間の話じゃなくて長く続いてきた話だからやっぱりその笑いとかに変えようとすると余計心が何て言うのな無理してねそういうふうに持ってこうとすると余計辛くなるみたいなこともあるだろうから、まあ、そこはね今横道さんが言ってくれたみたいに。 その無理してする必要はなくて、で諦めてたりだとか、あのまあ、自分の中で区切りがついてつけられたりとかしていたら、そういうやり方もあるよっていうくらいで考えればいいのかなっていうのを思いましたね。うん、あの我が家の場合だと、うちの父がめちゃくちゃ自閉スペクトラム症な人で、超面白いから、私と妹はそれで パパの変さみたいなことをもうギラギラ笑いながら話してもう自分たちもやばいんだけどもっとやばい人いるよねうちにはみたいな感じで,でそれで、まあ、ちっちゃい時はねそれそれが親がそうであることってやっぱどの方もみんなそうでしょうけど相対的に見れないっていうか親は親だから親っていうのはそういうもんなのかなって親という存在というのはうちの両親みたいな。 人たちをそのそこで生じるなんか不思議さとか違和感とかをこう外側から見れないじゃないですかだからなんかその、まあ、うちの場合で言うと全然父はこう加害行為とかはしてこなかったけどやっぱ感情が伝わってこなかったっていうか何考えてるのかって本当に分かんなかったしその。 私がこう自分はこの家には必要ないんじゃないだろうかってずっと感じていたのってその感情共有とかがなされなかったから親が何考えてるかわかんないっていう状態でこう、自分で存在意義を見いださなきゃいけなかったからそれは結構つらかったなって今思うとは思うんですけどでも今となってはその何て言うのことをネタにっていうかその父の 行動の変差みたいなのはすごい笑えるしあ関係は、ね、良好だからこそ笑えるっていうのはあるかもしれないけどでも本人は固くなに認めないんですよそれはそうだから <laughs> なんかそういうのも含めて面白いなって思えるけどでもなんかそういうパターンだばっかりじゃないだろうからね特に親子関係ってやっぱりすごくその 人をあの子をあの時だけの話じゃなくて大人になってからもうずっとこう苦しめることの大きな要因の一つだと思うからだから、まあ、無理やり笑いにしなくてもいいっていうことも重要な点かなっていうのを今聞いて思いました。はい。はい、ありがとうございます。あとねあと123456あと8点ぐらいそうお聞きしたい。 ことがあったんだけどもうちょっとやっていいかどうしますかこういや分かってますけど。はい。はい、じゃあちょっと続けます。続けて、えっと、自助、今ね、自助グループでの当事者研究っていう章の中での168ページ、168ページに、これ、その登場人物の この皆さんっていう方が体験したことを語ってるシーンで、えー、とこの方は兄が統合失調症で兄は両親あその統合失調症発症するまで両親の希望の星で私は女の子だからと言われてほとんど手をかけられませんでしたいつも私は自分が透明人間になった気がしていました透明人間になることで 嫌なこと、つらいことがあっても何でもないことだと信じようとしていた気がします。それで私は今でも自己否定の感情が強くて、眼性感のようなものにとらわれています。これがアダルトチルドレンということなんだと思っています。満たされない思いをどうやって乗り越えたらいいのかよく分かりません。っていうふうに書いてい書ああ <laughs> なんかあのそっ この方、まあ、前情報でフィクションというか物語形式だから <laughs> まさに横道さんが出会った方の一人ってことではないと思うんですけどあのこの方のお父さんはアルコール依存症になって働かなくなりっていうことが前情報で書かれているけど明らかなその肉体身体的な虐待とかじゃなくてもこういうパターンの,そのアダルトチルドレン っていうのもあり得るんだっていうことの事例として私は結構ここの彼女の語りは発見が大きいなって思ったっていうか「アダルト・チルドレン」って聞いた時にすごくこう直接的な、まあ、暴力を受けていたとかあの性被害に遭っていたとかそういうイメージがまず思い浮かぶあとは、まあ、アルコール依存症の両親だったとか。 親だったとかあるかもしれないけどこういうパターンもある,あるんですありましたかこの今まで出会ってきたアダルトチルドレンの方の中にちょっとあの今記憶が飛んで、えー、っとどういうことがんかこの身体的暴力とか虐待を受けていたわけじゃなくても、はい、そのアダルトチルドレンっていう状態ってあり得るんだっていうか身肉体的なその 別に暴力っていうのは、結局まあ身体的なものでも、別に精神的なものであっても、その時にまにショックを受けて、その乖離状態ですね、心と体が分離するような気分っていうのが起こるという点では同じなので、もらハラとかであっても自分は起こるんじゃないでしょうかね。なんか、いじめになって、のけ者にされるとか、そんなんとかと非常に近い状況なので。 学校で地面にあっ,たあ,るあった場合でも多くの場合には家が安全基地になるわけなんですけど、うん、その安全基地っていう言葉もねこの本で結構大きくわってますけど、うん、まあ結局その一番安全基地になるべきところが安全基地にならなかったということでこれはだからなんていうの,そのアダルト・チルドレンって 自分には当てはまらないって、まあ、親が目立つこう、ね、暴力とかをしてきたわけじゃないしみたいに考える人にとってもこの例とかはすごいあもしかしたらそこで傷ついてたのかもなっていうのを感じる上ですごい参考になる例だなっていうふうに思ってあげました。うん、うんうん はいまあ、だからやっぱりその親と、ね、心が通わないっていうのは、あのーまあ、十分にそうなる可能性あると思いますね。結局まあ、あのー、親がどうこうっていうよりも、機能不全家族の問題なので、家族としてうまく機能していないっていうことが発生していると起こるわけですね。だから親がどこ親かどうかっていうのは、あとが出てきた議論であって、うん、本来だから親だけの問題には、あのもっと裾野が広いというかね。 うん、うん。まあ、それこそ、場合によっては、なんか、あの、兄弟とか祖父母とかの影響で、そうなるってこともあり得ると思いますし、ね。うん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 。ありがとうございます。うん。あとね、この、そう、今の話の延長で。えっと。みさんって、この相談者のね、こ。あの。方が、そう。 自分の親を毒親とは言いたくないという思いがありますって書いてあって、まあ、それは本当多くの方に共通してあるこう親子関係とか家族関係で起きる問題の、まあ、最も難しい部分がそこなんじゃないかなっていうふうに思うくらいあんなことされたからとかあんなことしてきたからって。 終わらせらせれななないいっていうかなかなかでもいいことも横道さんもね本に書かれてたことあったけど、まあ、全てが嫌だったわけではもちろんなくていい部分もあったわけでそう,そういう人とい家族ってそういうもんだと思って、まあ、どういう人間関係もそういうものかもしれないけどそういう人に関してまあその毒親的に。 認定しちゃうのは、こう忍びないみたいな、そういう思いが余計こう問題の。はい。からの回復を難しくさせてる気がしますね。うん。うんだ。だからこそね、その。なんか毒親っていう表現じゃなく。こう既存付属、不全家族っていう世相やが広い問題だって考える方が落ち着く人もきっといるでしょうし。うん。うん。 やっぱ言葉ってそうすごい強いなってさっきの「事情」っていう言葉もそうだけど「まあ毒親」っていう造語にしてもその漢字が持つ意味とかがもう目に見えてわかるじゃないですか、うん、でそうするとそこに当てはめちゃうのはなんかねえいろいろしてもらったこともあるのにみたいに考えすぎちゃう気がしますね私の場合は。うん やっぱりその言葉に対するフィーリング例えばどういう言葉が深いかどうかっていうことってもう本当の人それぞれ全然違うので、うん、そのどこをやっていうものに対して持つイメージも違えば、うん、自分自身がそういう言葉に納得か納得できないかっていうのはその人のまあなんか使ってるその、うん、例えばどういうふうな社会階層にいるかとか、うん、どういう地域に住んでるかとか、うん、男か女かとかあの何歳ぐらいかとか年齢層とかね 全然変わってくるんでだから本当に何かその「毒親」って言葉に救われたっていう人と「毒親、うん」って言葉があるせいでこの問題が難しくなっているっていうような人と本当分かれるんですよね。だから、ね、逆にその「毒親」っていう言葉によってこの問題が難しくなってる人にとってはそれこそ自助グループの参加ってすごい。 有益だと思うんですよなんかそういうパターンを毒親とか、まあ、家族の問題で語ってオッケーなんだなっていうことを人の語りで確認できるじゃないですか、ええ、だから自分のその自責の念とか罪悪感みたいなものを一旦ゼロ地点に戻せるみたいなそれはすごい効果あると思いますねうん <laughs> うん であとねこの後半では怒り,につい怒りについての当事者研究っていうの,あの紹介もあってそれはすごい参考になったっていうかうちの,あの身内にも怒りっぽい人がいるから末っ子なんかもそうなんですけどどういう思いでこんなにすぐガッとなってるのかなっていうのがもう理解できないわけですよ。 まあ、自分の思い通りにならないシチュエーションが受け入れられないっていうことなんだろうけどそれにしたってこんなに怒るみたいなのが分からなかったのがこのショーでのその176ページからの,あの例,に例の紹介によって「あ怒るっぽい人ってこういう感覚で怒ってんだ」っていうのがすごい 理解できて助かりましたね。<laughs> うん、はい、あの横道さん自身にもそういう面があったんですか？じゃなくてこう参加者の方々の語りからうんいや。私はあの元々は怒りっぽい方ですね。かなりね。あそうですか。はい。<laughs> だからそのだからちょ気持ちがわかるんですけど、うん、結局まああのその本に書いたかどうか忘れましたが、思、うん、ってることはなんで自分ばっかりと思うんですよね。う 自分ばっかりなんか叱られたり注意されたりいじめられたり怒られたりしてるって感じるんですよ。うんうん、でそれは例えばまあそれこそ自閉症がある場合とかってやっぱそうなりがちですし何、うん、で他の子はなんかあ,のああいうふうにこうチヤホヤされてるのに自分はそうじゃないのかとか、うんうん、なんで自分扱いが違うのかって思ってしまうんですよね。だからその客観的に見たらなんかあのそういうふうな時がちょっと連続しただけかもなとか思ったりとかね。であ、うん、っても本人にとってはなんか限,限界を超えてるわけですよね。 うんうんうん、うん、まだ自分まだ自分のことが邪魔されたと、うん、あるいはなんかそのそんなこと言ってる相手はなんか自由そうに生きてるのにとかねうんもうそのセリフはまさにスエコがいつも怒りくるって言ってるのでなんで自分だけって二、うん、人上二人は怒られてないのになんで自分だけ怒られるんだって言ってもう大暴れしてるんですけど。うん 私から見てると、うん、上二人はだってママから怒られるようなことやってないよって言うんだけど、うん、これもしてるしあれもしてるのになんで自分だけ言われるんだって言ってそう,そういつもそう言ってる確かに <laughs>、うん、あなるほどなそういう感じ方なんだっていうのはねうん参考になりますねでも難しいのがやっぱ行為は 行為でで注意しななきゃいけないけシーンってあると思うんですよねその、まあ、暴力的な,なんていうの行動に出るとかうちの子の場合だったらその壁とかガンガン蹴っ飛ばしたりドアガーンって閉めたりとかそういうことするからもうそういう態度じゃ一緒に暮らしていけないよみたいに言うんだけどなんかどうやってもうそれが繰り返されるっていうか、まあ、彼はその怒ってるぞっていうのをもう目いっぱい表したい。 わけでそうやってやるんだけど、それに対して何も言わないのも変だし、やっぱそれをこう同じ空間にいて、バーンっていうそのものへ当たってるのを受けるのももうすごい嫌じゃないですか、うん、周りの人は。だからどうすればいいのかなって本当に毎日困ってます、はい、私は家で。やっぱりまあそれ第三者に介入したのこじゃないですかね。う,ーんうん。結局なんか親が言ってるのは結局なんか。 ねあの自分いわればさ自分に目をつけていて、うん、何かあったらそれ言ってくる人になってるというようなこう意識が芽生えてるわけですよ。そこでこう第,三第三者の人が、うん、ああいうことを言ってきたら、うん、他の人それでなんかちょっとまあ自分の偏見がなくなったりとかするわけですからへ<ー>だからいろんなその話したりするようなョ童グループの場さっき大さんも言っていたけど、うん、認知が変わるわけですから。うん、うん それによってまあ全然見方が変わってくるし怒りもやらっていくわけますよね例、うん、えばその持続力に参加して例えば自閉症の人がいっぱい揃っていて自分もそうだったら、うん、この人そんなことで腹立つんだとか、うん、この人なんかそんな人生歩んできたんだと思ってきたら自分の人生とかがやっぱりこうハッとするわけですよ、うん、ま自分も同じようなことしてきたということがすごい反省されてきたりとかね、うん、そしたらやっぱりこうだんだんとこう態度が変わっていきますよね、うん あと、まあその怒りっぽいにしても、まあ理由が自閉スペクトラム症にしろ、他の精神疾患にしろ、あるいはまあその精神疾患的な要素がなくて怒ってるにしろ、やっぱりこう、ね、自分と同じような問題を抱えていて、怒り,のきょ怒りについて、その当事者研究をしていると、やっぱりまあ、なんというかね、だんだんすり替えていくというか、うん。あのー なんかそんだけ怒らなければいけないのって一ったら何なんだろうねと思うんだけども怒りにくくなりますよね。うん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 あそれやってほしい子供バージョンないのかな子供バージョンそれこそあの発達障害の子の勉強が心の木はそういう本じゃないですか。ええいや、そうだけどうし研究しましょうって言うんですよね。うう <laughs> うんうん、うん実際ね、そういう試みって。 検索してみればそれもいっぱいあるのかな。となんていうの子供の自足グループ的な当事者研究の場みたいな。まあ親子で当事者研究している人はまあそれは一定数いますね。うん、まあ私のを受け手やってる人もいるし。うんうん、うん。いやもうそれはぜひとも参加してみたいな。もう本当につくづく思うのがまあうちは三人いるからで横道さんうちの息子とねあのあった。 ありますけど上2人ではほんとしたことがなかった子育ての苦労を末っ子ではもう日々散々体験していてでもちろん同じように育ててるって言ったって自分の育ちを考えてみてもそうなように親は同じように育ててるって言ってもやっぱ生まれ順とかによっても全然味わい方って違うしそして何よりもそのでも気質そのものっていうのが本当に違うなっていうのを一人一人ね あの性格のベースっていうかそれはやっぱ三者三様で全く違って同じようにやってても、まあ、問題が起きない子もいればそれをすごく問題だと感じる子もいてみたいなのはねあるから、うん、ちょっと末っ子の,その育てにはかなりどうしたらいいのかなっていうのを日々悩むので。 参加して、まあ、そのことだから、まあ、大さんがねあ,のあそこでほらどあの学校に関わってから寺子屋でしたっけ、うん、あったじゃないですかそういうところで、ねうん、同社研究をやってから親子だったらいいんじゃないですか、うんうんまあ、確かに。あそこもすごい参考になるっていうか、うん、やっぱそれぞれその子たちそれぞれで、うん、似たパターンでトラブルがあるっていう場合もあればやっぱ固有の問題だったりするから。 で学年もみんな違ったりんか他のシチュエーションを体験するっていうのがやっぱすごい参考になるしあそこに関して言えばやっぱ私は彼らの親ではないからいい距離感でこう接せれるけど息子とはやっぱ親子だから距離が近すぎて息子も外では出さないそのなんていうの感情とか怒りとかを家ではもう あの遠慮なく発揮するって感じになっていて困ったってなるからそ,うそこで試してみるのもいいかもしれないですね。うん、うん。はい。ありがとうございます。でこれその後はねあのオープンダイアローグの試みに186ページからはなっていってで恋愛がテーマでこの後半はお送りされてるのでそれもすごい。 面白かったですけど、うん、あの最後、えー、と後半の191ページのあたりではその親子関係ので悩んでる方の相談に対してみどりさんっていう方が「私は親との関係回復は諦めていてせめて姉や弟たちと対話しケアし合っていこう」って思っています。 親とは猫の親子のような関係でいたいですね。成熟したら互いのテリトリーに入らないようにしながら互いに独立的に生きていく。私は冠婚葬祭などにも参加していませんっていうふうに書かれていてなかなかやっぱその猫の親子のような関係ではいられないっていうか、まあ、近,づきす近すぎちゃうっていうのが大人になってでも。 続くから、親子関係って苦しいんだと思うんですけど、私、その、それこそ、親がなんていうの、弱ってきたりしたら、その体が弱ってきたりして、面倒見てほしいみたいに言ってきたとしたら、やっぱ猫の親子のようにはいられないっていうか、関係が近くなるじゃないですか。<や>それはどういう風に、でも横道さんはもう諦めてるっておっしゃってましたけど、皆さんが悩む点って。 やっぱそのね独立的に生きていきづらいからだと思うんですけどどういうふうに考えてますかうんいやまあ何とも言えないですね。いやあの親との関係がねあ,の、うん、あれですよねまあ私はまあ壊れたまんまだし。 まだ自分が結婚してなくて子供もを育てるわけでもないのでんか私がその目指してるオルタナティブな社会像の中で大きな要素がこれ荒谷大輔さんとかともよく話してるんですけど、うん、親子関係が家族関係が良くなかった人たちにとって。 で家族って悩みの種なわけだからそこが自分じゃ選べないその生まれ落ちた状況によってずっと苦しかったらでそれが介護の時とかもつきまとってきたらもうずっと苦しいじゃないですか。あのにだけどそうじゃなくて、まあ、他にもっと頼,れ頼り合えたりとか助け合えたりできる関係家族以外にもそういうものがあれば。 人って不安がそんなに重くなく生きていけると思うからだからそういうものを作りたいって私は思っていろいろ活動してるんですけど、うん、ま仲間ってその自助グループの仲間たちってもちろんその会の間は一緒に話してて楽しいしつながりを感じるしだと思うけど会が終わればじゃあまたねってなるわけじゃないですか。でうん、家族っってて、まあ、そうじゃなくてもっと強い つながりだからこそ苦しみが生まれるんだと思うんですけど、まあ、困った時にも助け合うそういう安全保障みたいな装置でもあるわけだけどそれが安全保障として機能してない家も今なんてたくさんあるわけだからそうなった時にその仲間であるとか家族以外の存在があの助け困ってる時に物理的な意味でも助け 会えると思いますか横道さんはう,ーん,うーん。どうなんですかね、いや、まあ、それは家族ごとに全然違うからね、なんとも言えないけど、まあ、私の知ってるところでやっぱり家族は壊れてることが多いので、まあ、こういうふうな活動をするぐらいですから、うん、私の知り合ってる人っていうのは、最近では、 非常に多くの人が発達障害者とか、アラルトチュードレンとか、まあ、LGBT の活動もしてるんだけど、うん、LGBT としてハッピーならそういう児童グループに来ないわけですよね。だから多くの場合にはその自分が同性愛者だとか、うんうん、トランスジェンダーっていうことが親から指定されたとか、うん、いじめにあったとかっていう人が悩,悩んでくるので、うん、まだからその家が壊れてる人ばっかりなんですよね。うんうん、宗教2世のグループもそうだしね。うんうん うん、だからまああんまり私自身が家族に期待していないというか。うん。でもこう元気な健康で元気な時はあの、うん、独立的に生きていけると思うんですけど、うんええ、そうじゃなくなったらやっぱ誰かの助けを借りてじゃないと生きれないじゃないですか。だからまあこの本には書かなあちょっと書いたかな。ナレンの 自続力いう話題なのは結局親がその年を取ってきて介護をしなければいけないっていうことが悩み相談によくなるんですよね。うん。でもそれはもう福祉業者に任せればいいっていうことで割り切るわけですね。うん。それは私もそれに賛成するしやっぱそこの何か何ていうの家族内だけで解決しなきゃいけなかったら解決できないと思うんですよね。だから そういうい福祉行政へ期待するっていうか、まあ、福祉行政がそういうふうに機能するように働きかけ続けるっていうのは大事なあの運動の一つだと思いますしあの最近若い人だとやっぱ家族には期待自分が、ね、家族で傷ついてきたから家族は持ちたくない友達と暮らしたいみたいな人が増えてるらしいんですよ。でそうやってすごく<え>ま納得できる 話だなって思っていてて思いやっぱ家族にでね嫌な思いしてきた人って自分が家族を作ってそうならないって言い切れないっていうか思いいいれななななじゃないですかなかなかだから家族以外の形の、うん、まあ人間関係の持ち方でその家族を代替するような何かつながりあの、まあ、困った時は助け合えるようなつながりを模索するっていうのは。 まあすごく自然なことだなって思うし私も家族だけだとやっぱ息苦しくなるようなところもあるだろうと思うからそれ以外のこうつながりの構築に熱心に活動してますしね、うん、そういうふうになかなかこう自分が親を見ないとか福祉行政に任せるとか言っちゃうとそれはすごく。 非人道的なんじゃないかみたいにやっぱ考える人もいると思うけどでもそこはそうやって割り切るっていうことでも別に悪くないっていうふうに思えるような社会にそれがむしろ当たり前というか別に福祉行政ってじゃあ何のためにあるんだよみたいなぐらいの,あの、ね、考えの持ち方で回っていくようになればいいなっていうことは思ってる。 ありがとうございましたで最後にねこうそうその、今日とかこれまでも何度かあの伺ってきたことですけど、その自助グループのいいところとしてこれ205ページに書いてあるのが家族、親友、パートナーなどにも話せないことを話せるということがある大事な関係の相手だからこそ深刻な話をしづらいと感じることがある。 自助グループには自分と似た悩みを抱えた仲間が集まっているしこの場限りの関係の人が集まってくるからそれでかえって胸に秘めた話を打ち明けやすくなるあって、はい、あのそれが最もいい点かなっていうのはこれまでね横道さんとしてきたイベントや二村さんと開催している哲学対話性の哲学対話の回でも思うのでなんか。 あこんなこと言っちゃった、言,、ね、言っちゃっていいんだみたいなことが往々にしてありますよね、自助グループはね。うん、最初はやっぱりびっくりするし、な,なかなか自分の話を切り出せないと思いますね。うん、うん、その雰囲気に驚いてからね。うん、うん、ほんとほんと。そう。 これは楽しいですね別にすごい刺激的な刺激の強いことばっかり話さなきゃいけないみたいなそういう感じでももちろん全然ないんだけど、うん、でもみんなの話を聞いているうちに今まで誰にも言ったことなかったようなことがポロっと出てくるみたいなシーンはたくさん見られますよね。それは自助グループのなんかねえ いい点だと思うのでご興味ある方はこちらの本を参考に他か横道さんのね数々の著,者著作を参考にしてあとは自助グループに参加してみるっていうのが一番だと思うのでこの間なんか京都でやった回は3人だけだったって書いて言ってましたね。 書いたうん、そうね、はい、最初会場行ったら2人だけで、後からはまあ2人増えたので、うん、私5人でしたけど、うん、稀に見る少なさでしたね。ね<え>、うん、なんでだろうどういう要因でね、その人数が変動するんでしょうね。うん、まあ、全然分かんないんですけどね、まあ、季節の変わり目だというような、えー、なので、まあ、しんどい人が多いんじゃないかという声もありましたけど、まあ、なんでなんですかね。よく分かんないですね。うん、オンンラインの方とかは あの変わらず人数、うん、こう安定してますかうんそうですね安定してますね <laughs> うんねなんか私自身もそのイベントとかやってても全然どういうイベントにはこのくらいお客さん来るとかほんとつかめないなって思いながらやってるので是非皆さん興味あったら来てくださいはいいたしますはい ありがとうございました,あのまた、えー、次回は冒頭でもご案内しましたが11月9日の土曜日に横道さんが東京に来てくださって、えー、隣町カフェで対話について対話するの第2回インタビュー編をねインタビューというものでこう人とのコミュニケーションの難しさを少し和らげていくという。 とテーマにお送りするのでご興味あったらぜひご参加ください。はい、ありがとうございました。あのまたあの引き続きよろしくお願いします。いますはい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。